はい、2番です。4番さんどうぞ。4番です。ホストどうぞ。はい、じゃあ、配送に関しては僕が配送の指示出しますので、よろしくお願いします。じゃあ、バチボコやっていきましょう。レッツ、ペンペン。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、狂信者です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。もう何回も言ってることですが、占い師霊能者は一瞬に出てきてください。盤面をはっきりさせましょう。はい、そして僕トップバッター位置ですので、しっかりと落としてください。一瞬目でね。僕が精査できないって、はい、しっかりと理由付け、まあ、とうとうちゃんとね、してください。不当なところは叩いていきますよ。はい。ってところですね。そうですね。うん、まあ、あと特に言うことないかな。はい、以上。じゃあ、人狼の4番さん、どうぞ。4番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。9番さんに何しろ把握お願いします。ってことで、まあ3番その印象触れるんですけど、まあ雑殴りで、人狼さんって言ったら、そこで、うん、ちらついてるって感じだと思ったんですかね。うん、まあ占い師なんで、何でもいいんですけど、まあ3番さんの印象、まあ、特に、まあ2週、占い師は一瞬に出てきて、霊能も一瞬に出てきてってことなんですけど、霊能は、まあ1週目でも2週目でもどちら、全然、どっちでも、オッケーです、その占い先に引っかかってなかったり、なかったりさえすれば、出てきて、いいと思っております。まあ、騎士は自分の段階で平山だった時とかに、騎士出てくることとか全部言いますね。三四王とかの場面とかとかね。ぐらいですかね。まあ、次5番さんの人狼、はい、よろしくお願いします。5番のプレイヤーが発言します。僕は村人陣営です。はい、よろしくお願いします。4が9にしろ把握です。3番さんの印象、まあすごいはっきりしてるなっていう感じですね。まあ3番さんトップ1なんで、まあはっきりさし、場面はっきりさせたい、考察伸ばしたいからっていうところは、まあ、若干ムラめに感じたけど、まあ2周目の場面整ってからの発言を聞いて決めたいと思います。4番さん、占い師ね。まだ1人しか出ないし、場面整ってないから、なんとも言えないって感じ。そんぐらいかな。一応思考開示しとくと、しっかり疑う白黒つけるときは理由つけてほしいっすね。6番のプレイヤーが発言します。そうだな、5番さんに関して言うと、白黒の理由もいいんだけど、じゃあ理由つけないところはどういう感じで、じゃあ全く見なかったのってところ、4番さんっていうのは霊能2周目、どうしよう1周目、じゃあ3番さんの印象どうなるんだろう、3番さんはもう非霊能を透かしてまで出てきてほしいっていうから、俺もそれに乗っかって非霊能を透かしますね。霊能1周目から出てきた方が4番さんの位置だったらいいんじゃないの、だってその方がグレーの考察っていうのがラインも見やすくなるし、どこがどういう風なのってもそこ除外して1周目から聞けるんだよ。記事に関してもどうしてほしいのかっていうのもあやふやだしね。っていうところで、怪しい視点はまだ持ってます。4番さんに関して、そこを全く何も言わない5番さんってどうなんだろうぐらいかな。はい。に気にならなかった程度で、まだ1人しか出てないからまだ精査もしなくていいやぐらいだったのか、単純にそうなのかってぐらいか。はい。っていう感じで一応色落としときます。
7番のプレイヤーが発言します。はい、特に主要ございませんが、自分も比例のは透かしときますね。まあ正直、例の1周目に出ようが2周目に出ようが、本当にこれ宗教差だからさ。正直自分は1周目に出てこようが2周目に出てこようが、トップバッターの位置で精査できる側の人間だと思ってるから、俺は本気でどっちでもいいと思ってる。だから現状本当に3号印象ない、6番がそれに5番に対して少し説教をしたってイメージなんだよね。6番は自分で色を落としたって言ってるが、自分視点では6番は単純に5番にちょっと説教した。あなたもっと色を落としなさいよって言ってるように感じたぐらい。みんな本当に印象ない、あ、印象じゃない、色落ちないかな。うん、無理やり印象つけるなら、そういった視点でちゃんと発言をした6番さんが印象良くなるぐらい。4番に関してはわかんないかな。ただ3番が4番の人道どうぞって言った後、4番が5番の人道どうぞって言ったのは、まあ、リラックスしてんのかなと思った。8番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。8番です。村人陣営でした。ということで、3番さんから始まって、4番さんだけが占い仕様ね。まあ、4番さんはまあ対抗でできてから精査でいいかなって思うんだけど、とりあえず真だったらちょっと頼りねえなってところですかね。で、3番に関しては、4番さんの人狼どうぞって言って次に回したんだけど、まあ、狼だったらこんな目立つ行動をしないよね。っていうのが、俺はないかな。うん。3番の狼っていうのも、全然あると思ってるから、それで村置きはできないかな。まあ、2周目1ですね。特に色落ちもなし。で、5番さんに関しては、まあ、1周目から、結構ふわふわしてんなって感じかな。6番さんが突っ込んでたけど、4番さんの、うん、精査に関してはどうだったんかなと思う。対抗が出てきてから精査でよかったのかなって思うんだけど、まあ、2周目かな。7番がね、6番の印象いいって言ったんだけど、俺も6番そこまでね、印象悪くなかったから、7番、6番いい。9番のプレイヤーが発言します。はい、1周目よろしくお願いします。僕が真の占い師です。ランダムで6番さんしろ、ランダムで6番さんしろ、お願いします。そうですね。まだこの位置で霊能出てきてないんですけど、霊能、2周目も潜伏とかやめてください。最悪でも、3番さんのところでは絶対に出てきてくださいっていうところですね。で、騎士に関してなんですけど、グレーズメ盤面、グレーズメ盤面で、まあ、釣られそうだったら出てくる。それ以外は、騎士のセンスにお任せします。自分が騎士でも潜伏派なんで、占い師目線としては当然出てきてほしいんですけど、騎士さんにお任せしますっていうところですね。グレーはもう特に色落ちるところがなかったかなっていうところですね。3番さん、5番さんも特に印象なかったです。で、7番さんと8番さんは6番さんが、まあ、若干ですが印象いいって言ってたぐらいなんで、ちょっと、2周目考察伸ばしていきます。すいません。1番のプレイヤーが発言します。まあ4球について分かってませんね。はい、4目線9は強靭確定ね。うん、じゃあ4目線の2郎いってほしいかなってところ。うん、で9番に関しては4を何で見てるのかっていうところをちょっといってほしかったかなって思ってますね。はい、で現状も釣り1、5になっちゃうかな。まあ、ふわふわしてたし、なんか精査してほしかったかなと思ってる。3番2周目だと思ってます。うん。まあ、6に関しては片白だから触れないんだけど、別に白くはないと思いますよ。まだ色落ちはないと思ってる。うん。ただ色落とそうという精査はいいってところ。うん。まあ、7番も8番も6に対しては触れてたけどね。ってところかな。まあ、現状5になっちゃうんだけどな。まあ、5が無駄なら頑張ってくださいって言ってきますね。はい、2番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ5番さんもたらかれすぎてるなっていう印象ですね。こうなると5番さん以外に行きたいなっていう。まあ3番さんの位置だと2周目1、7、8、1この辺りの中、5番さんこんなにたらかれて、じゃあ、組み合わせ、狼の組み合わせとして考えると、村か強靭か色は白なんじゃないかなと思うんで、7、8、1、この中の後半1の中かなって、投票するなら、って思いますね。
今1番さん、5番さんをリーチに流れてたの。こんなに1番さんが言うほど5番さんって悪い発言してたのかなっていう気がするので、まあ1番さんの方が5番さんよりも俺は黒く見えます。3番のプレイヤーが発言します。はい、例の出てください。例の出てください。出ましたっけ？俺の聞き漏れならすみません。一例の太鼓いないね。じゃあ二一番面ってことで。はい。じゃあ一除外します。そうだね。僕ね、5か。7は釣り先から、今日の釣り位置からは外れると思っていて、正直視点がね、いいかなって。視点がいいってか、僕たち。から記事で出るわ、正直黒いとこないし、クロス拾えないしって話だね。僕は8の方がちょっと若干違和感を感じたかな。5と8なら。はい。理由としては8ってのは僕に対してもう僕に触れた人だけとりあえず言うんだけど、僕に対して僕がね、4番さん人狼、4番の人狼さんどうぞってのをなんか人、なんかそれがなんか白っぽく見えるっていうのはおかしくて、なんか人狼でもあり得るよって話をしていて、誰が俺が狼さんどうぞってのが白っぽいって言ったの、変な話を持ってきてんなと思って、なんかちょっと癖なと思っちゃった。7番ってのはリラックスしてるなっていう印象で俺に対して言ったのが、俺と4番さんに言ったのがね、はい、8が癖なと正直思ってしまった。で、4番さんが最初に出てきて占い師として出てきて、騎士の動きについて触れなかったのも変だし、9も触れたっけ、なんかちょっと微妙だね、どっちも今のところ芯見えないかな。うーん、5ってのもそれに触れてないしね、まあ、ちょっと5、8聞いてから決めるよ。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、騎士のことに触れるのはまあ、占い師だけって決まってるんですけど、その騎士のことに触れすぎてそのまま違う話が、その違う話っていうか普通にその進行の話ができなかった家だったんで、あんまり騎士のことに触れなかったです。自分はもう私は選択でと思っているんですが、まあ、釣り先、ありがとうございます。誰か時間伸ばしてくれて、釣り先、まあ、1番さんに言われたんですけど、2人提示してくださいって言われて、で、9番さんが強人でね、自分目線確定してるんですけど、その中で2人、6番さんね、あの、6やったら7、8あるんかなと思ったんですけど、7番、8番、両方、6番さんに、色落ちしなくて、普通に村目に見えるって言ってるんで、でもな、6、7、6、8はないんかなって、6番さんのとこからだと思ってるんですけども、あとは芸能者一角してて、でもね、釣り先って言ったってね、今ね、僕が判断してその男に決められても一番困るところなんですけど、釣り先って言ったら、まあ、5、8、まあそうなりますよねって感じなんですけど、最初1番さんなんか、あの、2人あげるって2人あげてくださいって言ったんですけど、自分に。でも1番さんって2人もあげてないし、1人しかあげてないしと思いながら聞いてて、ちょっと矛盾してるなと思って、1番さん釣り先に含もうかなと思ったら例の出てきたんで、まあよかったんですけど。でもね、3番さんは最初に場面整理しかしてないからなって感じなんです。5番のプレイヤーが発言します。4番さん、1番さんが言ったのは、4番さん視点9でランシロ出てて、9が強靭だから、どこに二郎がいるのかっていうことを言ってたんだよね。釣り先とかじゃなくて。かなぁ。で、気になったのは、2番さんと3番さんで、2番さんはまあ僕を除いて、7、8、1って。4番の偽が透けても俺は出るぜ。あの、1番さんがレノで出てなかったからね。ああ、4番の偽が透けても出るぜ。俺が来ちゃうんだよね。なるほどね。俺、騎士ね。4番の偽が透けてでも出る。なるほど。2番目に切り替わったわけね。これでね、4番行ってもね、1番。俺からすると2に行きたいけどね。まあ1番さんがクロス越えこうって提案する。5番を守るって言ったらね、神々だよ。もしくは決め打つのか。もうね。なるほどね。もうね、2番目って、どっから行くんだっけ。終わるならささろ終わってっていう。
俺ね、4級の精査するとね、まあ、9の方が結構締め終えるかな。締め終えるっていうより4の方が偽、なんか偽っぽいなっていう感覚。騎士の役に触れてないとかあまり気にしてなくて、その、結局、ね、9を強靭で、求人に見えてて、じゃあ二郎どこにいるのっていう、それが58ですかっていう話。なんかそこがあんましっくりこなかった。かな。一番さん、俺騎士から行くんだったら5から行く、占いから行くんだったら4から行く。もう言っときます。まあ9から行って4に占わせて確証にしてもいいけど、4の芯が追えないの。あの騎士潜伏っていうんだったらケアもしないし。占い師が騎士に触れるべき、占い師だけが触れるべきっていうんだったら、そこをしっかり一周目から触れるべきだし、ちなみに3番さんに言うと、4番さんっていうのは三章でのどうのこうのっていうところで騎士にも一応触れてるけど、9番さんは明確に潜伏って触れてますね。っていうところで3番さんがそこを叩いてる4番さんがフォーカスを向けるのは3番さんだと思うけど。はい。っていうところですごい違和感した。の話のでなおかつ、なぜ騎士からだったら5から行くのかっていうところは、1があそこで霊能で出てて、1画したでしょ。で、その1番さんでね、1周目5からしかないのかなって5を指定してるんですよ。戻ってくれ。出るんだったら、そのべきで、その時に出るべきだったと思ってる。はい。この後まだ9番さんの発言も残ってるけど、一応俺のツイートはそうしておきます。どっちで行くかは、1番さん決めてください。票割れるのめんどくさいっていうところ。はい。3番さんに関しては、その動きがどうのこうのって両占い師に叩き入れてたけど、まあ、両方に言ってるからね。一応言うには言ってるんだよ。一周目だから。木場さんは明確には言ってる。明確に言ってる。はい。7の1でのその前の精査っていうのも難しい。7、8は本当に2周目期間とわからんくらい。しきしょ、無理だった。まあ、俺もう4番がローなんでしょ？だけどね、もうね、これヤンブル戦法だからね。睡眠があればあるしね。まだもっと燃えるけどね。人外だからね。まあね、ギャンブル戦法ね。俺が騎士で出たらね、4って偽じゃねって思われるけどね。お前らは分かりきってるけどね。それはもうね。俺釣り違ったら、気持ちの論で騎士で出ますよ。ギャンブル戦法でね。あとはね、ラスト、ウルフがね、6番勘で逃げ切ってもらう。しかし心配なのはね、お守り入ったらどうしよう。5番が、シングラーネ守ったらどうしようかなっていう。負けたからね、この時は。だよ、殴ってんじゃねえよ、まずよ。殴ったことによって接続切ってるのでことで試合不能だから、試合終了案もいいよ。話聞いてねえから精査できねえわ。というか4位があれでも6巻でね、6か ?9か。9カミカミしてね。もうダメだったらもう負けでいいから。奇跡強靭だとしてもね、強靭だとしてもね、ワンチャンとね、可能性あるしね。まあ、試合終了になるか、試合勝てるかのこの分かれ目だからね。天皇団だからね、早くも初日で。いやー、ちょっと読み込みが遅いから、ちょっとあれなんだよね。あ、来た。話聞いてねえから分かんねえんだけど。でもさ、霊能の話聞いてよ。ほーら、元気を出しなさいよ。普通、新騎士だったらもうちょっと感情出してもよかったんじゃないかなと思うけどね。だから5は騎士じゃないと思ってる。2が騎士だと思ってる。3番に関しては、俺の殴りっていうのは不当だったなと思うね。俺っていうのは3番って、4番さん、人狼、どうぞって言って回して、それって狼だったら、
目立つ行動だからやらないよねっていうのは俺はないって言ったんだよ。だから3番の白要素ではないって言ってるから、3番がなんかそこ白要素どうちゃらこうちゃらって言ってたけど、それ捏造ですねってところ。まあなんか4番があんまり芯取りに来てないから4強靭なんかなと思ってる。で3号ローローかなって今現状思ってるかな。まあ4番が3にも触れなかったか、4狼軸の時ってことは、3狼全然あるのかなと思ってる。6、7村弾きした場合も俺目線っていうのは、4狼軸だとしても3、5にしかならないかなって。狼に言うと。9が死んで、2が死んだと思ってる。9勘どけ。9勘どけ。9番。9釣れないけど、もう多分事実上9いかねえから、9勘どけ。はい、2周目よろしくお願いします。進行に関しては一番面白いから、だって、ただただ釣られるよりはいいでしょ、もうしょうがないし。占い釣って、クロス占いが、クロス声が強いと思ってるんで、今日4から行きたいですね。割とみんな2号のその精査に関して、どっちが偽かっていうのは、なんかつけられてる感じがするんですけど、僕まだ2番さんの2周目の発言も聞いてないですし、5番さんからそんななんか偽要素取れたかなって思ったんですよね。2が全然なんか、今日グレランだったら2番さん、後半位置であんまり考察伸びてなかったから、つられ位置でそれ回避しに来た騎士っていう見方も全然できるかなと思ってるんで、僕はまだ2号の精査ついてないです。だからあんまり騎士から行きたくはないとは思ってます。4つでクロス防衛の方が強いかなと思ってます。でグレーで怪しいと思ってるのが3番さんで、3番さん、まあ、4級で、騎士に対して触れてないって言ってましたけど、僕ちゃんと騎士に対して触れてましたね。普通に潜伏しててグレーで自分が辛いそうになったら出てきてくださいって1周目、明確に言ってるんで、その理由で4番さんを叩いてその後に僕を叩くっていう、その理由で叩けるの4番さんだけかなと思ってて、だからまあ3、4はどっちも人外ですね。僕目線多分そうだと思ってるんですけど、7番さんと8番さんに関しては、ちょっと、まあ、精査結構真っ当だったかなと思ってるんで、僕、2号で1人外の3、4人外だと思ってます。以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、1番です。お願いします。うん、そうだね。今日4から行きましょう。で、5が1号へで2が9号へで行きますか。ところでいいでしょう。うん、僕もね、神々だよ。神々しないならもう自爆して。ぶっちゃけ神々しなかったら自爆しても。うん、まあ今んとこね、78の意見マットだったし、4の死あんま追えねえんだよな。4が死んだったら、もう多分4釣られるんだけど、4が死んだったら遺言ちょっとしっかり頼むわ。マジ。うん、ってところ。うん。かな。78がね、俺的にもね、やっぱ白かったことから3がね、大神なのかなと正直思ってますね。無敵脅威。まあ、3、4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 、
まあ、2、3は、どうなんかな。うん、でも、標準で、裏、どうやろうな。まあ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 。村の海さん、皆さん頑張ってくださいとしか言えないですけど、自分は9番さんに、標準で白さってもうて、で、何もいいことがないって感じなんですけど、まあ、景色屋ね、しとったらよかったかなと思いました。うん、景色屋、景色屋って言われるんですけど、うん、それやったら釣り位置に入る瞬間に騎士は騎士って出てきてくれた方が嬉しかったですね。だから5番さんの出方っておかしいなと思ったり、2号どっちもなんか怪しいなと思いました。うん、釣り位置に上がる瞬間に出てきた方がいいよって感じですね。騎士屋、騎士屋、あらわないです。ごめんなさい。始まりました。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。できれば黒見つけて、もう心が折れてくれ。昨夜は、1名の方が亡くなりました。1番のプレイヤーが発言します。はい、身が偽ですね。はい、OK です。二釣りでいきましょうか。二釣りの4黒ね。2釣るか。もう俺目線3釣れちゃってもいいと思うんだけど。まあ一応2行くか。9の偽が分かってたってことだからね。4黒ね。一応チャットしとこうか。4黒。はい、4黒です。2詰めていいかもな。これは。はい。ってところ。だから、6角白の、うん、俺も7、8白だと思うからな。まあ、とりあえず1陣が落ちてるから。うん。で、5が新確定の、2が、まあ、陣が確定なんで、まあ、今日2詰めて、もう多分3で終わると思ってますね。以上。2番のプレイヤーが発言します。うん。どの立場から言ってんの ?1 番さん。あなたがローだよ。うん。新居ね。うん。5番の騎士を保護して、噛まれないようにして、1番はの、乗っ取りしてるのは俺は分かってたからね。ちゃんと4番の色を見ようとしたよ。俺がね、偽物だったらね、9言ってるよ。怪しい4番言っただろ。うん。それが俺が死んだ。安心しろ5番。5番を守る。5番を保護ね。こういう風にやるプレイね。そして潜伏で出てちゃんと4番の結果を出す。進化強。強人の可能性もあるけどね。進化強。で、9番噛まれてんだから、新居。5番は新。うん。1番が今ね、どの目線で話してんの?あなたのロー確定だよ。残念だったな。諦めろ。1番が3番言ってるってことは1番、3番以外ってことなんでしょ?ローは。うん。ってことだけはなんとなくわかる。うん。今日1番釣りね。うん。悪いけどね。諦めて。ま、俺がいるから村は勝つ。まあな。一番さ、まあ、あなたはもうローだよ。結果出すのも遅い。高速チャット。本当の色が見えてる人間しかこの結果を出せない。人外が落ちてる。うん。陰気をわかんないよ。本当の結果は白だからね。うん。まあ、一釣って、俺噛まれるから。そしてあとは、精査して。今日は一番の狼釣って。3番のプレイヤーが発言します。はい、結論から言うと2の芯を決めるうち1を釣ります。はい。理由を言いますね。1日目、2週目の段階で6、7、8、1ってのが、9の芯を決めるうち4の偽を確実に 100% 追っていて、その下の視点が全く持って分からなかったから。かつ、6、7、8、1ってのは、1はどうだったか分からないけど、94 の占いの新居を、5-2で出た騎士を、五郎の二神で追っていて、五郎の視点が全く持って分かんない。五番っていうのは五番が発言したとき、二番が騎士で出て、五番が僕が騎士なんだけどねってスッと言えたのがマジ分かんないし、五番が老なのであれば、マジで自殺行為だと思っていることから。かつ僕は四の神が全然あり得ると思っていて、九の今日も全然あり得ると思っている。
から1の黒、1の2、1の4黒っては納得できないし、2の4白の方が全然納得がいけると思っています。はい。1の視点は俺はマジで合わないしおかしいなと思っている。1日目、2週目から。から1いきます。これは6、7、8目線全然伸びますよね。これで2に行くって人がいたらめちゃくちゃ面白いんですけど。僕は1日目、1週目から、何霊能は1日目に出てきてほしいっても言っているが、あからさまに1の視点がマジでおかしいと思っているから、2がこの段階でスライドして、レースらしていっても僕は全然のシーンは飲める、理解できるなというふうに思っている。はい、以上1位すぎます。5番のプレイヤーが発言します。 2に行く人がおかしい、まあ、僕2に行きますね。まあでもそうか、2番さん3番さんからそう、そういう立ち回りをするしかないもんね。に行きまーす。なんか、これ以上考察することあるかな。逆に、あれでしょ。4が黒だったからこそ9が変われたんでしょう。っていうところ。に行きまーす。以上です。6番のプレイヤーが発言します。4が進化強だったら別に旧神しなくていいんだよ。で、3番さんに言うと別に縄的に足りるんだから別に新規目打たなくたってどっちか分かんないんだったら別に1に釣り切っちゃえばいいんじゃないって思ってるし、4番1、2もともにそうなんだけど、じゃあ2目1目線4黒ならそこあとつながるのどこかっていうのは3で提示したけど、2目線はじゃあ1黒で、あとの3、6、7、8どこになる。4がまだ新強かわからない状況だからね、2目線っていうのは。はい。そこを決め打てる3の目線が俺はわからなくて、このままどうせ釣り切ってグレーの精査になっても俺はそこ行っちゃう気がするんだけど。っていうところ。4を言い込んでやらなきゃいけなかったのは、じゃあ二郎提示がまだそこで7にも言われてたけど、それをまだしてなく、っていうところかな。占い紙が入るってことは、9はどこを怪しんでたかってところだ。7、8を見えなくて、3をって言ってるんだから。釣り切っちゃっていけるんだよ、まだ、3番さん。っていうところなんだけど。ね、4はほぼほぼ人外で落ちてると俺は思ってます。はい。7番のプレイヤーが発言します。はい。2番は新要素と偽要素が1つずつあって、もし霊能真だった場合っていうのは、確かに4が黒だった場合ね、この盤面9が紙入ってるから、神道はないと思ってる。9が紙入ってるからこそ、神教、神道、どっちか。まあ、神道、神教もあると思うけど、そうなるんだけど、1が4に黒だし、4が黒だった場合っていうのは、2号が同じタイミングで騎士 C をしたんだよ。2号が同じタイミングで騎士 C をして、もし2号が神教だった場合っていうのは、あの盤面で、ほぼほぼ4が偽で追われてたからこそ、4をわざわざ釣りに行かせる、なんて言うんだろう、人外、理的行為か、理的行為に感じるから、そういう意味で1が4に黒を出したのが偽要素ではあるなって思っちゃったんだけど、2の、なんて言うんだろう、偽要素っていうのが、仮にもあなた騎士で出てたわけでしょ？で、1っていうのがあの盤面、一角で霊能してた、してて、なんだっけ、クロス占いの提示をしたわけじゃん。で、あなたは霊能なんでしょ？騎士じゃなくて霊能なのに、5の新騎士が透けてるのに関わらず、5に9を守りに行かせなかったのはなんでだろうって思った。これが偽要素と新要素2つかなって思ってる。だから正直2、1釣り切っちゃうかなって思ってるし、まずは2に行くかな。はっきり言って3、8、
2-1 で終わらなければ3-8だった場合、3に行っちゃうかな、今のとこ。ほぼほぼ、6と8って意見がずっと一緒だもん。8番のプレイヤーが発言します。いや、あのね、だから2番が変なね、ムーブするから、そんなね、どっちにしろね、芯を釣って噛まれてるんだよ。わかるかな？4番がまず芯だった場合って、まず2番も4投票してるからね。だから2番が変なムーブするから、真の占いっていうのはどっちみちやられちゃってんだよ。だから2番が、真の霊能なわけがないと俺は思ってる。で、5番には申し訳ないね、新騎士。ちょっと、5番は最初人外かなと思ってた。だから3番がそこで1行くっていうのはもう3人が人外でしかないですねってところかな。いや、本当にね、3番が2をね、新騎士だと思った理由、本当に新霊能だと思った理由って何なのって思うんだけど。ここに来てね、7番が、だから言ってたよね。だったら2、いいよ逆でって。5番の新騎士が透けてるんだったら2番。9番持っちゃっていいよ、俺1番持るからぐらい言ってもよかったんじゃないかなぐらいだけどね。まあ、とりあえずは、4が黒落ちてることから、まあ、進路を追って2番から行って、2で終わらなければ3ですって感じです。はい、以上。今日2番行きます。全プレイヤーの発言が終了しました。ノーノーノー。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。うん。何やってんの村は。遺言を発表してください。池がローだっつってんだろ。8番と6番だろ。どっちかだろ、組み合わせは。8番何 ?4 を死んで押してると言いながら4がローだと。1を死んで決め打つって。どういうことしてん、旗怒りすぎだろ。4を死んと置いてんだったら、1に偽だろ。大丈夫頭の中。うん。6番何なんで勝手に決め打ってんの。普通7番みたいに迷いに決まってんだろ。3番みたいなもう1になってるか分からんけど。うん、6か8だろ。4、まあ、9が偽だったら6ってやつか。4だったら6か8の組み合わせがあるってことだ。ってことだね。うん。何考えてんの5番。俺のおかげでお前は噛まれなかったんだよ。1がローだっつってんだろ。まずしっかり1つって、最終決戦しろ。何考えてんの。ちゃんと考察しろよ、7番みたいな冷静に。もうロラするしかないっつの。もういい加減にしろっつのもうよ。君たちしっかりゲームしろ。まったくな。ちゃんとやれ。うん。まあ、1はローだよ。で、6か8じゃない。普通に考えれば。うん。俺の今の意見はね。うん。6か8。1と相方は6か8ってとこだと思うよ。うん。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番、6番のプレイヤーが発言します。だからね、色結果はいいや。白でしょ、だって1目線は。7、8の言ってることが真っ当なんだよ。2が霊能だった場合は、5の新騎士が透けてるんだから、5に1なんか守らせなくていいの。一かませりゃいいんだから。でしょ？で、なおかつ決め打ってるのは3番で決め打ててないのが俺とか6、7、8。どっちも別にないから、突き切っちゃっていいんじゃないって言ってんだからさ、まあ。わかるかな？
だから今のところ情報更新がないけど、昨日の発言だけで聞いてると4のシーンはあの発言から俺は追えない。発言。結果を見てどうこうじゃなくて発言で追えないからそこの黒を打った1の方を真に見てるからこそ言ってる。で、なおかつ動きのムーブに関して8が積んでた通り7もだけど。ただ情報更新がないので今のところ1、2。で、グレーだったら今のところ俺の1は3番。だって2が霊能だったら別に1をそのまま釣りゃいいわけだし、騎士で出ないで。で、なおかつ5の新騎士が透けてるのに 2目線1の偽が透けてんだったら5に1守らせないで1かませりゃいいんだから。やるムーブ的には。はい。だったら、だから今のところグレーだったら3と視点が合わない。はい。安定で行くんだったら1です、今日。はい。7番のプレイヤーが発言します。はい、あ、間に合った、聞こえますか？聞こえてる体で話すね。まあ、昨日から自分の視点は変わってないかな。2の偽要素もあるし、真要素もあるっていう話は全く変わらないから、1、3、か、持っちゃうか、できれば勝てるけど。8番のプレイヤーが発言します。安定進行で行くんであれば1だけど、1のまず、だから、2の、だから、新要素がないことから、俺は別に1番新決めるっていいと思ってるけどね。だから、もう何を言えばいい？だから2がもし新の霊能だった場合、もう新の占いを釣ってるかもしくはかましてるんだよ。俺はもうないと思ってるよ、2の新は。もう3で終わると思ってる。普通に。だからそこでだから3が。3だったらもう自爆してもいいレベルだと思うんだけど。2を真の霊能で決め打ったところが本当に俺として合わないなってところかな。もういいんじゃね、早く終わろうってレベルなんだけど。まあ、3番あるんだったらどういうところで真の占いを殺してまでも2の。ちょっと真剣に言い物残したて。うん、まあそれでね。メリットあったんですかと。もう一応ゲームをね、作ったぜ。霊能すらしてね。どっちみち 2って。怪しまれてもう霊能すらして、ここまで、ね、3回まで持たせたぜ。安定進行数だったら1でしょ。3番ってこれ6。6、7、8で精査できんのって思うけど。できないっしょ。なのにもかかわらず、霊能を死んで決め打つの。すげえなって思うけど、マジで。うん。3がこれで村だったら本当に申し訳ないけど、3は人外でしかないと思う。これ勘違いしてる村じゃないっしょ。まあ、いいじゃね。別に負けでもね、利敵強人のヒルちゃんがいたからね。のプレイヤーが発言します。4、3は苦しかったと思うで。はい、1番です。お願いします。そうだね。やっぱり7、8から、もう6、9が死んだから、6は確定しろなんだよね。うん。で、2が強人でしょ？で、4が黒。うん。知らんけど、これ3番取れないだったらまだワンチャンあるけど、まあ3番で終わんないと思うけどね。真っ当だし、ブレてない。まあ、全く。一応仕事したね。うん。だからまあ3つったら僕は終わると思ってます。ただ、ミーが1ついたいんだと別に釣ってもいいよ。うん、ただ明日3つってって感じかな。まあ3で終わらなかったらもううまいね。7、8のどっちか。うんって感じ。はい。
もう、でも、1釣ったとしても、もう、あれだから、もう時短で3釣ってほしいかな、正直。2の芯終えますか？どこから2の芯を終えるの？2って4が芯だと思ってんでしょ？いや、4の芯をまずどこから終えたのってところ。で、68の、68を黒にって言ったけど、じゃあ68の黒さ上げてって感じ。68ってもう客観的に見てめちゃくちゃ白いと思うけど。だから3行ってほしいかな。もう早く終わりて俺は寝たいし。はい、以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、俺村出し終わらせません。はい。あのね、678に釣りときます。まあ、この中に1の相方がいますが、8が村なのであれば、顔洗ってきなさいって感じですね。はい、あと5は沼りすぎ死にましたけど。はい、ってことで、俺は、皆さん9の芯を決め打ってますが、僕は9の芯は全然決め打ててなかったし、かつでも2番の芯を決め打てることはできますね。9芯決め打ちより2芯決め打ちの方が全然できますけど。はい。それができない村がやばいと思ってますね。はい。むしろ4の2世決め打ちは俺はできない。はい。俺4の狼っぽさ全くもって感じなかったけど。で、一番8が怪しいと思ったけど、追加しますね。8だけが安定進行を取ってないから、1釣りっていうね。でも1釣りって皆さん目線飲めるでしょ。そんなにさ、23もしくは93に見えるのか。あ、93じゃない。なんだ、43か。43しかないのか、皆さん目線。1を死んでおるのであれば。そんなに43に見えるのかな。やばすぎん。笑っちゃいますね、これは。はい。ただ1が安定進行を取ってもいいよってことを言ってる時点で、そうだな、678の中で一番最終日釣られにくい相手なのかなっていうふうに思ってるから、まあ6オア7なのかなっていうふうに思ってますね。はい。まあ。フリーだからもう開き直りすぎてんのかしんないけどね。まあ理的狂人のヒロちゃんって、1いっちゃうのこれでもう。夢は繋がったから、まあもういいっしょ。もうヒロ、まあ理的狂人だったけども、夢は繋いだから、もう許してね。もうはい、一応夢で熱くなってやったら、まあ普通に3釣れば終わると思ってるんで3釣ってくださいとしかも言えないな。8のクルーソも拾えてないし、何のクルーソも拾えてない。まあ普通に考えたらわかると思うよ。ってところかな。まあ安定進行取るのは全然 OK です。はい。ってところですね。はい。もうあとは残された人。また、紙なしとかあるのかな？ないと思うけど、まあ残された人が決めてくれたらいいと思いますよ。かな。7、8で狼は覚えませんね。4、3、ローロ、2強人。はい。これが一番しっくりきます。てかもうほぼ、もうそれしかないと思う。3行って以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。はい、1の最後の遺言、神無しってあんのかな。これは相方への神無ししてくださいの意思です。はい。なぜかというと、私目線は678かどれか分かっていない。私は全然9の、なんだ、9の2攻めを追っているから、678の視点がつかない。そうさせるためです。はい。じゃあ皆さん、はい。2番の強人って追えるんですかね？ 1 目線とは2番強人さん、4、3、ローローでしょ。2番が強人で、騎士で出てて、5人騎士で出てて、2番が強人だった場合、霊能すらして、
1-2で霊の対抗する必要性があったんですかね。変わんなくね。別に騎士に残っててもよくね。マジでわからん。身が強靭でそれをする理由がマジでわからない。だから身の芯ってめちゃくちゃ決めれてるくね。1が4クロって釣ってんだが。それがマジでわからん。マジでわからん。で、相変わらず8ってのは、相変わらずつうか、8ってのは俺に入れてるんでしょ。で、76って安定進行ちゃんと取ってるんでしょ。8でしかないでしょ。マジで、その思考ロックは村じゃない、8の。やばいよ、あんたたち。はい。本当にやばい。これって最終的に視点の違いだけだからね。はい。発言が黒い白いどうこうじゃなくて、別に俺からも黒い要素あったのかなって思ってるかな、自分に対しては。はい。以上、3、8だと思ってます。以上。6番のプレイヤーが発言します。それでもね、やっぱりね。戻ってこれた。聞こえる？聞こえるかな？聞こえる程度じゃあ話していくね。オッケー。いや、それでもやっぱりね、発言の精査だと思うから、4の発言から俺は真は追えなかったし、2が新霊のだった場合、この新騎士が透けて昨日言った通りなんだけど、ずっと1かませりゃいいから5に1なんか守らせないし、っていうところで、紙なしなんか別に普通よ、これだって。変わんないんだからな。同票だったらね、もう1っちゃあるけど。っていうところ。それで2を盲信できる理由が分かんなくて、8の言ってる通り、2のやってる行動は、新占いを釣ってかませてる。4が真だった場合でも釣ってるし、9が真だった場合でも、5に1声をさせたがために9をかませてる。分かるかな。2が心霊のだった場合は、5の神経が透けてて、4を釣ってるんだったら9を守らせるんだよ。だからこそ、そこの視点が合わないって言ってるのかな。うん。どうだろう、7、8番さん。これは別に神なしがどうこうとかそういうのはテストに入んなくても、変わんねえんだもん。7番のプレイヤーが発言します。2番に関しては偽要素と新要素を上げたが、やっぱり偽要素の方が強いと思っていて、3番ってのは2の新決め打ちしたってことは1の狼と思ったんでしょ？で、1、8をつなげたんだけど、もし仮に1が狼だった場合は俺1、6かなって思っちゃうんだけど、理由なんだけど、1周目4番が9番に白を出して、9番ってのは6番に白を出したでしょ？その後1番ってのは、確か3番の1で出たっけ？多分ね、霊能で出たんだけど、そういう霊能が出れ、もし狼として出れるって時は、9番が6番を囲えてた時じゃないかなって思うんだよね。わざわざ1、8であの場面で霊能で出てっていうような考察にはならないのかなと思ったから、やっぱ3番の視点が違うかなって思っている。実際どうだったんだろう。もう、言ってるけど、4級に関しては、もし4級が進路だった場合、あの盤面の 1日目、2号が進強で出たと思ってる。ってのは9神したから。9神が入ったことから進路はないから、4級でもし4が狼だった場合、2号が進強になるんだけど、2号が進強だった場合っていうのは、基本的に212盤面で4が完全に偽と追われてるあの中、占い釣りの4から行くのに、強人がわざわざご主人様を釣り殺しに行った動きから、なんとなく騎士は、もし4級が進路だったら2号は新居じゃないのかなと思ったから1の偽も若干追ったんだよ。でもやっぱり3番の発言の方がおかしいから。8番のプレイヤーが発言します。いや、あのね、3番がね、2がもし人外だったら騎士から霊能にすらしないでしょって言ってるんだけども、現にすらしたことによって、1っていう芯が釣られてるんですよ。霊能ローラーっていうね。だから、2がやってることって、芯占いを釣ってかませて、霊能をローラーさせるっていう、もうローリしかないよね。それなのにもかかわらず、3番っていうのはずっと2の芯を追えるの。もう俺は無理よ。
悪いけど。マジ3番が本当に無駄だったら申し訳ないけど、負けでいいと思ってる。俺は3番だと思ってる。ラスールは絶対にね。2はやってることはもうローリーしかないと思ってる。2強人の、俺43ローローで提出しときます。もうこれ以上言うことないです。以上。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。はい、8番村なら耳をかっぽじって聞きやがれ。はい、耳をかっぽじれ。わかったか。あんな？まあちょっと待ってよ。2が記事で霊能したり、霊能する理由がわからないっていうのは正直嘘。ごめんけど。はい、2が霊能に出た方が絶対にいいでしょ。5からスラするってのめちゃくちゃ利点でしかないと思ってるんだけど、これ876がやってるのって結局結果論でしかないからね。だって 2番ってのは212番目から221番目にすることによって94を守り、霊能ローラーへと持ってきたかったんじゃないかなって普通に考えたらそうなるくない。今考えたけど言えなかったけど、その視点がマジでわからん。本当に。212番面から221番面にする。かつ、94の 4に向けてめちゃくちゃ兵とか集まってるのか、集まってるっていうクソ危ない状態で、212番面から221番面にするっていう2の心霊能がめちゃくちゃ正しいと思わない。めちゃくちゃ利点でしかないと思うんだけど。その視点がわからない。村ならやばい8番さんがむちゃくちゃやばいと思ってますけど、そういう視点を持てないんかな。思考6外れない村がやばい。この3人のうちの2人。はい、僕は6だと思って6に入れました。なんか8が村っぽく感じた。沼の以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。おかしかった最後。いや結局さ、だから一応さ、ロラシタさ村が、ま、弱いんじゃないのこれ普通に。いや、だからね。もう一日精査して、今3位。間違えちゃったけど。え、1が。